皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日は2024年、9月の、30日14時45分新聞の記事なんですけども、こちら、ホームページ、淡井圭介の力の100番台プロ野球界へのメッセージという欄があるんですけども、こちらの方からアクセスできるようにしておいたんですけども、昨日の記事でですね、阪神 V 立に淡井球団社長よくやっていただいたけども、勝てなかったことはっていう、そのファンへの謝罪みたいな形で、こちらの方はね、文字大きくできなかった。んですよ。作ってる段階で本当は文字大きくできたりするはずなんですけども、なぜかこういう風な文字の大きさにはなってしまってるんですけども、淡井和夫球団社長ってそうですよね。これ多分本当に会社の時と同規模とか買いに行ったら違いますよね。一応24の県よりも神戸市民って人口多いっていうことになってるんですよ。で、その神戸市民の中でも淡井っていう表札の人は、3世帯しか昔いなかったんですね。僕は20歳ぐらいの頃、NTT のハローページでしたっけ、電話番号が書いてる、何国誰々さんと、住所と電話番号が、書いてるものが昔あったんですけども、それぐらい淡井っていう名前の人は少ないはずなんですよ。で、これ、今まで経済界とか他のところにいろいろと関わってた時に、いろんな会社の役員さんで淡井さんっていう人、事実として本当に淡井さんっていう人がいらっしゃるかもしれないですよ。だけども、そういうふうな内容の記事とか、そういったものがいっぱい出てきました。僕の方からも言ったんですよ。これどこからどこまで本当なんだろうっていうことで、淡井っていう人の役員の方たちはどれぐらいいらっしゃるんですかっていうことで、ちょっとひとまとめにしたようなものを作ってもらえませんかということで、一応分かるだけ作っておいたけどもっていうような形でできていたものがあるんですけども、その中にどれだけの方が実名だったのかどうかその、今回の件に関して、書いてる記事の内容に関して岡田監督のその去就についてが記載されてるんですけども、僕個人的な意見としては、岡田さんにそのまま、来期も継続して、行っていただくのがいいんじゃないかなと。その順位的にもそうですけども2位という結果が2は終わりましたけども、物事を見た時にペナントレースのほぼ最後の最後の近くまで、優勝争いをしていたわけで、なかなかそういう都市自体が昔はなかったわけじゃないですか。暗黒時代云々とか、他の球団の方たちで今 YouTube とかいっぱいいろんなものがありますけども、上原さんの動画とかこう見ていて、時間軸を超えて受け答えとかしていて、合わせるとかこう言ってくれたりしてくれてるんですけども、今回の動画に関しては、岡田監督の去就とですね、昨日の試合何があったか、消化試合にも優勝がもう巨人に決まって、その阪神タイガースもほぼほぼもう昨日の段階で2位がもうほぼ間違いないなという状態で、試合の勝ち負けとは別でですよ、その日の。そういうふうな状態だったので、ちょっと証拠作りに、この間の阪神が巨人戦で負けた件あったじゃないですか。大山選手が最後ファーストに、ベースカバーに入った村上頌樹投手への下手投げのトスがちょっと早くて、村上頌樹投手が間に合わなくて、セカンドまで行かれるっていうケースがありましたけども、やっぱりポテトチップスのバター醤油味が原因のような気がするんですね、その購入運動のところで。で、本来はそれだったとしても、その時間帯に行われてるスポーツ
のはずなんですよ、本当は。で、影響出てくるのは、まあまあ、世界戦云々とかあって、まあ、阪神タイガースが、そういうふうな部分の、まあ、盾みたいな形になってた部分があったと。で、この話はまだ続きがあるんですよ。一応、その、19時、レシートがあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。何時にうまい棒を買って、横浜 DeNA さんに得点が入り始めたかとか、これ見てもらったらわかるんですけども、ちょっと待ってくださいね。これなんですけど、ちょっと、スマートフォン持って撮影しますね。業務スーパー、2024年9月29日19時16分に購入したんですよ。で、うまい棒298円と。で、これぐらいの時間帯に、横浜 DeNA さん多分得点たくさんして一時的にリードをしてたと思うんですよ。で、これ佐伯投手からしたら、なんで僕の時に買いに行くんですかの話になるんですけども、こちらとしてもね、もう試合数残り少なくなってきたから、まあ、今日じゃなくて昨日登板するのが誰かとか、最多勝争いをしてるだとか、そういうようなことを、ちょっと考える余裕がなかったんですよ。とにかく証拠固めをしようと。で、昨日阪神タイガースが、最終的に勝ってるんですけども、そのうまい棒とかそのおやつ関係を買った時にそういうふうに試合の勝ち負けが消されるんであれば、これは営業妨害であると、おやつメーカーからすると。いや、これ国家代表戦とかでも結局そうなるわけじゃないですか。で、これ一応逃げ道があったんですよ。で、その後阪神タイガースが逆転してその記憶が戻ってきたんですけども、子供の頃もそうだったんですよ。そのじゃあ、たくさんおやつを食べたら食べた分だけ得点っていう話があって、昨日買ったこのうまい棒のこの、まあ、詰め合わせだったんですよね。まあ、20本ぐらい入ってるものの。まあ、もうちょっと入ってたかもしれないです。で、まあ、何本も、ボリ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 、もう横浜 DeNA さんがリードしたときに、まあ、まあ別に相手が横浜 DeNA さんだし、まあ、もう別にいいやっていうような形で、ボリボリボリ食べたんですよ。その、まあ、まあ、正直に言うと、半分ぐらいは、もう食べたい気持ちがだいぶ、先行していて、もう得点された後ですし、佐伯投手が。で、もうこれ多分どうせおやつのルールだろうと。で、ボリ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 食べてたんです。いっぱい食べました。それで得点。阪神タイガースにしても、もしかしたらヤクルトさんに関しても、それで巨人さんに勝ってる可能性があるんですよ。この話ね、原監督、まあ覚えてくれてたらなんですけども、原監督とか、まあ今はもうかなりのご年配だと思うんですけども、堀井さんでしたっけ？元巨人のピッチャーの、まあ、ああいう昔の方なら覚えてらっしゃるかもしれませんし、あと、岡田監督ならその話知ってるかなと思って。だから昔子供の頃それチャレンジしたのが10円のチロルチョコだったんですよ。お小遣い的にも。これ5点が限界やわ。1日のお小遣いが50円になったのが、まあ、小学生の中学年ぐらいからなんですよ。それまで小学生1、2年の頃とかは、お小遣い1日10円だったんですよ。いや、おやつだけが、スポーツの勝ち負け全てを、こう、消するわけじゃなくて、その後いろんな話があって、その、おやつを買った時は買った時で、勝てるような、こう、対象ルールが、必要になってくるっていう話で、で、食べてみて、その、記憶は戻ってきたっていう、そういう話があったっていう部分で。で、これ、まあ、冷静に考えてもらったら分かる通り、その後、まあ、どちらにしても、意図的に試合がそれで逆転したにせよ、
大真面目に皆さんが試合を行っていて逆転したにせよ、昔言った言葉とかで、まあスーパーコンピューター、これ上原さんも同じ意見で、スーパーコンピューターも神がかり的な力を使うっていうことを、まあ動画の最中でね、赤星さんとの対談の時に、1から5まである、長期収録の内容なんですけども、どっかですね、僕の心の声で、スーパーコンピューターも神がかり的な力使いますっていうところで、反応して、まあ、言ってくれてるんですよ。で、まあ、これ、まあ、横浜 DeNA さんとしても、まあ、他球団の人から、もう一回、その、昨日の阪神タイガースや、その、ヤクルトと巨人の試合でしたっけ、ヤクルトさんと巨人さんの試合でしたっけ、まあ、何か聞こえてきたから、そういう風にしてたのか、そこね、いや、これね、出先とかで、誰かにこう、おやつ出された時、これどうなるのかなとか、おやつ買う時って、まあ、誰か来て、家に来た時に、来客用に、こう、ちょっと家におやついくつか置いとこうかなっていうところあるはずじゃないですか。だからまあ、その辺のところの、まあ、脱出道なんか、まあ、いや、だからこれね、すべて当てはまってくると、一人で家で おやつをむしゃむしゃ食べてる人の、その、気持ちにもなってあげなさいと。まあ僕のその、今までの結婚話の話ですよ。で、その、僕が子供の頃に、できた話だったら、まあそれぐらいの話ならだと思うんですけど、もう今の段階ではもうこれ笑えない話になってきてると思うんです。いろんなこと込みですよ。男性にしても女性にしてもさ。お金の支払い含めてですよ。ワールドベースボールクラシックとか、今やサッカー界なんか、昔なんか日本の世界ランキング60位台とかだったんですよ。それは今もう10ないんですよ。一時30何位まで行っただけでも、すごくよくやったみたいな形だったのが。で、まあ、あとは、まあ、一応これ動画でも言っておいた方がいいかなと思うので言っておきますけども、まあ、10月3日まで、まあ、お休みというような形で、対応させていただきたいなと思っています。だから、まあ、昨日も途中で、勝負作りの後、まあ、もう、これ正直なところ、まあ、試合の勝ち負け、その野球界に関しての部分で、まあ、緊張の糸が途切れたと言いますか。まあ、その辺のところで、もういいやっていう部分があって、まあまあ、2位がほぼ確定してるようなゲーム差でしたから、でまあまあ、食べてみて、これ皆さんどう思います？選手の人たちも、目いっぱいプレーしていて、そうなっていたんだったとしたら、コンピューターによる、その今までの人間の音声による作られたルールによって人が動かされすぎだと思うんですよ。で、これ一般社会でも当てはめられていて、例えば今さっき電波で岡田さんからその言ってくるわっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ同時にコロンっていう何かを投げたような音とかもあって、まあ、その辺のことに関して投げ出したくなるような気持ちっていうのはよくわかります。他の人とかの音声とかでもそういうような内容が聞こえてきて、何かこう、物をこう軽く投げて、こう、コロンってこう、音が鳴るような、もしくは、ポンとかガタッとか、まあそういうような音が、聞こえてくるっていうことは多々あります。で、これ、自民党さんの、この間、総裁選があったんですけども、まああちらの方は意図的かもしれないですよ。それか、自然とそうなったのかもしれませんけども、最後、決選投票で石破茂さんと高市早苗さんが、自民党の総裁選の決選投票になったんですけども、高市早苗さんって、結構以前から意図的なのか、中に黒い服を着てたんですね。で、それと、あと、ダジャレ混じりだったんですよ、ワードが。さなえあれば憂いなしっていう、まあ、いや、けど、表を見たら、結構、拮抗してたんですよ。だからまあ、その辺のところで、意図的にそういう風にしたのか、いや、だからまあ、スポーツ界でも、僕以前から言ってる通り、パフォーマンスとか絶対しない方がいいっていうことを言ってたわけじゃないですか。で、まあ、今年のペナントレースで、
読売ジャイアンツの皆さんってパフォーマンス試合中しなかったんじゃないですか。で、阪神タイガース、虎に翼をかないか。あれ、いろいろ理由あるんですよ。真面目な話の方で、女性初の裁判官にチャレンジして、まあ、なった人の話ですけれども、NHK の、まあ、僕は実際その内容をテレビの放送とかで見てないので、なんとも言えないんですけど、これ、自分でちょっと自由な時間作らなかったら、全然目通せないんですよ。で、まあ、それで、まあ、10月3日までお休みにさせていただきますっていうことを言ってるんですけども、まあ、それと同時に、虎に翼をって、それ、始まりは、その話じゃないんですよ。一番最初はいつかわからないんですけど、ジャッキー・チェンさんが出てた映画で、それ日本語に翻訳してる人がただ言ってるだけで、ジャッキー・チェンさん自体は言ってない可能性もあるんですけども、一応昔フルーツ・ラー・パークで、ブルース・リーさんのお孫さんに当たる人だと思うんですけども、ジェット・リーさんと一緒に働いています。正直あの時僕も困りました。日本語喋れない方でしたので、本当に僕困りました。一緒に働いていて、どうして、どういうふうにこう仕事場で働いてもらったらいいんだろう。まあ、その話は置いとくとして、その「虎に翼を」ってジャッキー・チェンさんの映画で、翻訳してる人が、虎はどこかに飛んでったっていうことを言っていたことがあるんですよ。テレビ朝日系列の放送で、今から数年前に、まとめて、昔の夜中に、ジャッキー・チェンさんの出てた、映画で、それも日本人の役者さんと合同で作ってた、まあ、日中友好関係を深めるための映画だったと思うんですよ。まあ、そういうことを僕は一番最初に言い始めたのは、1997年、8年だとかのフルーツ・ラパーク勤務地の頃で、働いてたのは1996年からなんですけども、まあ、言い始めたのは、まあまあ、当時のことを考えると、まあ、1997年か8年か、まあ、それぐらいの頃だろうなっていうことになってくるんですけども、いやね、それを思い出すと、本当は笑ってしまうんですよ。ドローンどっかに飛んでったって。いやいや、まあ、そのし、さ、真面目に見てた時は、その一言を聞いたら、ものすごく悩むんですよ。これ、この人、どういう意味で言ってたんだったっけって、こう、まず思い出そうとするところから始まって、そのスポーツの勝ち負けで、頭の行き先どうのこうのだとか、昔の読売ジャイアンツの優勝回数とかを見たときに、これもう絶対何かあるから、もうそんなに頑張っても本当は無理なんちゃうかとかいう説が一時期、フルーツ・ラ・パーク内で僕に会いに来た人とかはね、まあそういうようなことを言ってた人たちもいて、片や、そうじゃないっていう人たちの意見とかもあって、まあ、徐々にそれを覆していった方だとは思うんですけども、まあ、まあ、パフォーマンスしなかった方が良かったんじゃないかと。今年でどうでしたっけ？僕、それ動画で言ってないんでしたっけ？し始めた、よくわかんないんですよ。し始めた瞬間、すぐにストップかけたら、それ相応の効果が発揮されるだとか。だから、その辺のところ、だから、このうまい棒の件で あのね、ちょっとね、一応、まあ、撮影しておきますね。まあ、まあ、こういう袋にうまい棒がたくさん入っていて、まあ、これ食べた後なんですけど、いっぱい食べました。で、あとは、これ、まあ、まあ、まあ、いやね、これね、まあ、今のところは他の試合に結びつけて言ってないんですけども、かなりの本数食べました。それはそれでホームランを打てるのかヒット止まりなのかとか、こういろいろと考える部分がありまして、けど得点は入ってるから、っていう部分があるんですけども、いや、まあ、これ、
本当に法律の部分とかでいろいろ考えていくと、これ他の球団とかにも担当者とかいて、他の J リーグの試合とか、これどうなってるんですかとか、そういうふうな話になってきたときに、っていうことにもなります。まあ、今回の件については、まあ、うまい棒の証拠と、それと、あとは、岡田監督、来季続投、死っていう声が聞こえてきたんですけど、僕も、それはもう、先ほど言いましたので、もういいんじゃないかと。あとは、淡い球団社長ですね。このよくわからない状態で、物事、どなたか教えていただけたらなと思います。会社の時も買ったらわかるもん。よく手の込んだことやられたことあるんですよ。一回、手塚治虫先生、鉄腕アトムとかを書いていた方で、昔に亡くなられてますけども、あの方が所属していた会社の登記簿を買いに行った時に、の方の所属だったかな、阪神阪急系列のどっかの会社だったのか、なんせね、名前を見たら、漫画、なぜ会社の登記を見た手塚治虫っていう名前が入ってたんですよ、役員さんのところに。びっくりして、で、それ動画で言ったか、SD カードでいつものルート、高島彩ルート宛てに送って、で、家の中の登記簿が入れ替えられていて、その手塚治虫って書かれたところ、これ偽名だからこれまずいでしょって、その役員になったら、法律のことを分かってるっていう人じゃなかったら役員になっちゃダメっていう形になってますから、会社法で。で、これは絶対ダメでしょうと。ということで、家の中の会社の、多分政府の人間が家の中出入りして、登記簿をすり替えてたんだと思うんですけども。で、いやね、あのね、本当にね、想像以上にこの世の中むちゃくちゃなんで、あんまり話が広がりすぎると、ちょっと手に負えなくなると思いますんで、今回は岡田監督の去就だとか、うまい棒の件だとか、あと、淡い球団社長。で、話終わらせておきますけども、昨日、その後 YouTube とかでいろいろその動画を見ていたときに、ガンダムシリーズでサンダーボルトっていうものが漫画であったんですよ。で、一応それ僕からの提案でアニメ化したんですけども、すぐにストップをかけたんですよ。もうしてる内容がえげつなすぎて、もう怖すぎて、いや、これ非人道的すぎますでしょっていうような形で、いや、やっぱりその後のストーリー僕も全然知らないんですけども、レンタルショップでアニメの、DVD 借りて見ただけで、もう見ていて、これあかんやろっていうような状態で、やっぱりその後の話も、もうめちゃくちゃなことしすぎで、もう最終的に、普通のガンダムって人間が乗って操作してるじゃないですか。だから電波云々とか、脳にアクセス云々があるわけじゃないですか。脳だけが、ロボットに乗ってるだとか、それはもう YouTube で見たんですけども、作ろうとしていた、帝国が、タイタンズっていう名前。ごめんなさい。もうさっきも、淡い球団社長の方でもう、昨日もう笑ってしまってる方だったから、もうその後もうそれ見たとき、いや、えげつなすぎる話だから、ちょっと面白い話入れとこうみたいな形で、これ意図的にタイタンズ、要するに、巨人読み上げ試合や。いや、ある意味話の整合性合ってくるんですよ。頭の中取られてる云々だとか、昔の優勝回数だとか。これはこれ、いや、だからそこまで話を及ぶと、僕もこれ、ちょっと真面目に話しなきゃなんないなとか、もう、多分、
もうその辺のところの話聞いて暴走してそのものを作り上げていった、まあ、ガンダムの漫画だとは思うんですけども、まああのちょっとまあ昨日のタイタン釣ってみたときまだ帝国作ろうとしてるのが僧侶なんですよ。頭丸めて、で額にお灸据えられた後6つぐらいこう丸い跡が残っていて、でそれ昔の少林寺拳法でよく考えていた、んおかしい、お坊さんがなぜか暴力を振るってる、お坊さんがなぜか格闘技を習得してる、これ話順序逆でしょって、格闘技をしていて誰か人殺してしまって君が供養しなさいみたいな形で頭丸めてお坊さんになって、で額にこうお灸の跡を据えられた跡があるって、6つもお灸の跡が据えられた後で、それ6人も殺してるんじゃないですかっていう、まあ今度からその話を聞いたらドラゴンボールのクリリンを見ても全然笑えなくなるっていう話になってくるんですけども、ちょっと最後、動画の方が、撮影時間がなくなったので、もう一度撮影してますけども、まあ上原さんとも、まあまあ、現在、巨人の監督をしている、安倍晋之助監督とも、まあまあ仲良くっていうと、まあまあ仲良くしていたいという部分はあるにせよ、どう言ったらいいんですかね、その、まあ日本代表として、まあ、世界戦まあ、頑張って試合をお互いしてきたわけですから、だからその辺のところを含めてまあ別に巨人とは喧嘩したいわけでもないですし、まあまあまあもうあの内容いやまあその後の内容これね、もうちょっとだけ話してもいいですか。報道ステーションのいつものパターンで笑わせるような形でニュースを放送してきて、その後に戦争の映像を出してくるっていう方法をずっと使ってきてるんですよ。でそれ何かって言ったら、例えばこの間立憲民主党や、自民党や各党で総裁選がありましたけども、まあ、野田さんが出てる時に立憲民主党の、まあ、一度総理を経験されてる方なんですけども、僕は頭の中で出馬じゃなくて、あ、本当は立候補の方だったとかこう思ったんですよ。出馬って出る馬じゃないですか。それ競馬で、例えば日本はどうかわからないですよ。まあけど日本はまあ農林水産省のもとで、まあ元辿っていくと農林水産省のその大臣だとかその上は辿っていくと総理とかそういう話になってきて、その人を任命をしたの誰かっていう話になってくるんですけど、イギリスで言うと、もうこれもう大っぴらに世間に出回ってますけども、イギリスの女王陛下もう以前亡くなられましたけども、まあもともと競走馬のオーナーなんですよ。で G1 たくさん買ってるんですよ。だからこの「あかん、出馬って言ったらあかんかったんや」って思いやして、野田さんがさっきに僕頭の中で考えた内容を察知してか、僕からしたら、自分たちで散々テレビに出てるときに、まあ、カメラに映ってるときに、出馬出馬って言っといて、僕はそれ考えたら、それ音声遮断してるんですけども、口の動きとかでわかるんですよ。野田さんがその後何って言ってたか、まだ出馬の方だから、とか、僕の頭の中で考えてることを察知して。言ってくるんですよ。でその次の映像、誰を出してくるかって言ったら、もうここ最近だったら日本維新の会の代表の馬場代表馬上って書いて馬場って言うわけじゃないってある種このこっちも絶対我慢の限界って笑ってしまうその黄金パターンを出してくるんですよ。でその後出てくる映像が共産党の、
人の投手の映像なんですけど、それこの間見た時まだ小池さんだったんですよ。小池さんも確か以前が C さんで今が小池さんなんでしたっけ。で、まあなぜ共産党の人の映像が出てきて、でその後すぐに今から本当の話をしますとか言って、安藤桃アナウンサーが絶対嘘なのに、フェイクニュースの戦争な、フェイクの戦争なのに、今の時間軸で行われてない。で、戦争のフェイクニュースを流してきて、でたまに思うんですよ。いろんな映像を出してくるから、未来の時間軸の、いつの淡井圭介の声を拾ってるんだろうと。未来のスーパーコンピューターの方が能力が高いと。で、未来の方の声を優先して聞いてるんだったら、笑いながら見てられないわけじゃないですか、戦地の子供の人たちに。で、たまにその映像を見ていて、まあこれもう証拠で一応押さえてるんですけども、別件でサタデーステーションで、その戦争のニュースの時に、いやこれ本当は戦争の映像の中に震災が発生した時の家屋が倒壊してる、ビルが倒壊してる映像、これ混ざってるでしょって、僕としてはそう思うんですけどもってこう聞いた時に、私もそう思ってる方とか、僕もそう思ってる方だとか、まあ、あの男性の方ですよ、年配の方で、まあ、そういうふうにあのおっしゃってる音声とかを、まあ、押さえてる方なんですけども、まあ、あの毎回ね、そういう黄金パターンでこう笑わせてきた後、戦争のニュースを流すっていう、このたちの悪い、たちの悪い、性質の悪い、行動、テレビをずっとやられてるんですよ。この間も何かありましたね。それ、メモしてりゃよかったんですけど、内容忘れました。どのパターンで笑わされるかって。その後、絶対戦争のニュース行かれるんですよ。もうね、何要因なのかちょっとわからないですけど、もう話これぐらいにしておきます。あんまり話広がりすぎると、あんまり動画が長すぎると皆さん見てもらえないんで、もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。まあ、淡井球団社長に関してはなぜです、本当に。岡田監督の来季続投を言いやすくするために、こう、水面下で、いや、それ、数日前から僕考えていたりもしましたし、あの、選手の人たちだけじゃないですか。だけじゃないじゃないですか。その聞こえてきてる人たちが。スポーツ関係者の人たちとかも、あの、インタビューで、岡田さんにインタビューしてるときに、そこ、音声、あの、小さくされていたりとか、遮断されたりしてるんですけども、女性記者が、打率を上げていかなければならないって言ってから、クリーンアップの人たちとかのね、その打率が上がってきてますけど。僕は心の声で、打率をもっと上げなければならないとか、そういうふうなことを、心の中で述べたというか、頭の中で考えたというか、まあ、その後、打率上がってきてましたけども、まあ、それは頭の中渡したりだとか、まあ、それはしてましたけども、まあ、あの、スポーツの記者の人たちにも、僕の心の声とかが聞こえてるんだなということで、以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。今回の動画はこれくらいにしておきます。以上です。